ピョートルクフトルイブナルスキは、ポーランド中央部の都市で、1999年により、ウッチ県に属する。1975年から1998年までは、ピョートルクフ県の県都であった。現在は、ピョートルクフ郡の中心市である。第一次世界大戦中オーストリア・ハンガリー帝国に占領され、1915年から1916年にかけて、 ポーランドの愛国運動の中心地となった。その後、第二共和制ポーランドの一部となり、中央同盟国を打倒した。戦艦期には、ウッチ県、ピョートルクフ軍の中心地とされ、以前ほどの重要性はなくなった。1938年の人口は5万1000人ほどで、2万5000人のユダヤ人と1500人のドイツ人が居住していた。ユダヤ人居住者が多く、 ホロコースト以前は、ヘブライ語の印刷、出版が盛んであった。ナチスドイツのポーランド侵攻により、第二次世界大戦が勃発し、1939年9月5日に、激戦地となる。その後、16年間にわたり占領され、占領地であるポーランドのユダヤ人に対しての最初の、ゲットーが1939年10月頃に、建設された。周辺のからも合わせ、 約2万5千人がここに収監された。開戦初期から、ピョートルクフとルイブナルスキは、地下レジスタンスの根拠地となり、1944年11月まで、ナチスドイツに抵抗した。1945年1月18日、ソビエト赤軍が進駐して解放されるが、以後も、反響パルチザンたちは、周辺地域で戦闘を継続した。終戦後、 1949年から1970年にかけて産業の中心として、また1975年まで、ウッチ県の主要都市として発展した。その後、新しいピョートルク府県の県都として、ポーランドの行政、教育、文化の中心的地位に復帰した。しかし、1999年にピョートルク府県は軍に格下げとなり、再び、 ウッチ県の参加に入ることとなった。ピョートルクフトルイブナルスキは、ウッチ高地の中西部に位置する。ピョートルクフ地方の地理的構造は、約18万年から13万年前の氷河期に形成された。ピョートルクフ平野に架か,かる森林は、ほとんどない。ピリカ川の流域に面しており、ビスワ川の収水地域になっている。海抜200メートルほどの高さに位置しており、 年間平均気温は摂氏8度である。最も寒い月は1月で、摂氏マイナス20度からマイナス2.5度。最も暖かい月は7月で平均摂氏18度になる。年間降雨量は 550mm から 600mm で、差質の土壌により肥沃とは言えない。立地上の利点から、ワルシャワに次ぐ物流の中心として知られ、イケアの配送センターがある。また、小、 中規模の縫製工場が多数存在する。国道が3路線整備されている。またワルシャワ・フレデリック・ショパン空港まで133キロメートル、カトビセ国際空港までは137キロメートルの距離である。ありがとうございます。